今日もヤスです。マックスです。はい、ハロウィンですね。ついにやってまいりました。やってまいりましたね、はい、ついに。まあ正直ね、我々ちょっと疲れてますけどね。そうなんですよまあ、 ハロウィンといえば、まあ、あのナンパですよね。そうですね、はい。まあ、エロい女の子が、はい、どこそこにいますからね。まあ、つい一昨日は、はい、あのスワットコスプレの女の子がいました。お、まあ、楽しかったですね。なるほど、はい。俺も今日ですね、さっき、ね、ブラジル人と。ブラジルのコスプレなんですか？ではなく、ではなく、ぶっちゃけハロウィンとは関係なく、関係なく、ちょっとやっちゃったっていう。疲れの原因は、うん、そこなんですよね。そこって、ぶっちゃけすげえ疲れてます。疲れてますね、はい、なるほど、はい、ね、ちょっとコスプレの子を中心に、はい、いろいろインタビューしていきたいと思います。あ、ちょうどその告知というか、はいはい、ここからですけど、はい、5時に夢中っていう番組出演しました。お、はい、10月30日の月曜日放送もう終わっちゃったんですけど、はい、YouTube でアップロードされてますので、よかったらナンパ講習出演してますので、おー、ぜひこの仮面と帽子で出演しますので、はい、偉そうな感じでぜひご覧になってください、はい、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。インタビューとかいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか、今年のハロウィンは。ナンパされました。されすぎて困ったり、写真撮ってちょいちょい繋がっていく的な、そういう感じの、はい、いや、写真で終わり、写真で終わり、あったよ、ね、去年もちょっといろいろあったじゃん。覚えたぞ。でも囲われてもいいよ。いましたよ。あ、かかれてましたね。あー、キラキラ満面の笑み。我々見た時は違いましたね。どういうコスプレがいいですか、ちなみに。男だ、男は。なるほど、わかりやすい、かっこいいですね。捉えられたいと。じゃあスワップをコスプレでランパしてきたら、こうついてくる。ついてくる。付き合っちゃうぐらい。ちょっと早いかな。そういう出会いもあり。そういう出会いもね。そういう出会いもね。なくはない。はっきりしまえな。はっきりしまえな。ちょっとじゃあね、いろいろ楽しい思いとかもしたんですか。なんか。あんまり。でも楽しいね。楽しいよね、楽しい。何回目ですか、ハロウィン。初めてです。初めて。初めて。おめでとうございます。ありがとうございます。でもベテラン感が出てます。そうですね。渋谷の女。渋谷の女。皆さん、渋谷の女です。渋谷の女です。もしナンパされたでしたら、飲みに行くことになるんですか。いやー、はい。そこをなんとか。どんな感じだったら、いいかもしれない。信用性が高そうだった。下心丸出しは、ま、ナンパしてくれる人に。なるほど。じゃあ、まあ、うさんくさくない人だったら、まあまあ、顔が良ければどうだ。結局そこ、そこのイケメンだったら OK だそうです。はい、じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、結果いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、危ないっすね。やばいやばい、来るわけだから。おお。今日お二人はスワットと囚人です。囚人。ああ。なんかそういうちょっと関係なんですか。あ、そうですね。あ、でもカボチャのコスプレ。カボチャじゃないわ。あのね、二人あのハロウィンといえばもうナンパとか結構されてるんじゃないですかね。どうですか。100%された。おお。120%じゃないですか。120%。おお。じゃあなんかどういう感じで男の人ナンパするかちょっと聞いてみたらって思います。顔だけなの。じゃあまあこんなスタイルのいい子に撮影許可いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。これはなんかスワット。スワットです。ああ、なるほど。どういう、コスプレの男性がいいの？イケメンがいい。イケメンがいい。また？あのじゃあコスプレ関係ないってこと？なるほど。なるほど。顔ね。顔でも何でもいい。はい。まあ今はね何組か撮影成功しましたね。成功しましたね。はい。やっぱみんなノリがいいっすね、ハロウィン。っていうか、まあ、我々一切浮かないっすからね。同化してますよね。そうですね、もう溶け込んでる感じなんで。そうですね、さすが渋谷。さすが渋谷っすね。まあ、至る所でナンパが繰り広げられてます。はい。エロい女、多いっすね、女。多いっすね。
YouTuber の方とコラボしてます、はい、よろしくお願いします。じゃあ無免許チェリーです。あ、無免許チェリーさん、ありがとうございます。登録者数何人ぐらいなんですか。7万人ぐらい。めっちゃ多い。7万人めっちゃ多い。俺らの60倍ぐらい。めっちゃいるじゃないですか。そうなんだ、有名。超有名。なるほど。今日何撮るんですか。今日も撮り終わってもう一回これから撮るとか。撮れたかがね、やっぱり。なるほど。いや、いいな。はい、ありがとうございました。今日はあのフリーターのコスプレで。あ、そうっすか。なるほど、なるほど。こういう感じです。はい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 。おー、すごい。最先端。最先端。もうなんかでもめっちゃナンパされたんじゃないですか。いや、早速ないです。そこまで。あ、でもじゃあちょいちょいされたっていう。なんかされてないです。100人ぐらいですか。おー、さっきから。ハロウィンでナンパする男ってどう思います。ちょっとダメですか。いや、なんか、そういう雰囲気があって一番しやすいのかな。そうですよね。なんか乗りやすい、女性の方も乗りやすいんですよね。そうですよね。イケメン風でいくか、なんか笑いでいくかみたいな、結構分かれると思うんですけど、どっち系がいいですか、決まります。人によるんだ。また、その顔ってやつ。あ、結局顔でいくか、なんて言ってた、決まってる。おあ、キャラとか。おあ、なるほど。理想とキャラが主人になってる。そういう意味で言うと、我々はちょっとブレてる。ちょっとブレましたね。いや、もう嘘が。ってことはちょっとまとめると、はい、あのキャラに合わせた、はい、コスプレをしましょうと。そうですね、はいはい、顔は関係ないみたいですね。顔は関係ないらしいです。コンセプトはしっかりしてはどうか、はいはい、じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日バラバラっすね、コスプレが。なんか、はい、これ何のコスプレがあったんですか。はい、な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 い、即答ありがとうございます。バラバラ、ない、ない。赤ずき、赤ずき、バニガール、バニガール、バニガール。日本語ペラペラですね。今は、まあ、おお、なるほど、なるほど。みんな日本語喋れる。私ハーフだから日本人です。ああ、なるほど、日本人。韓国人。結構ナンパされました。まだされてない。いっぱい写真撮ったけど。どういうコスプレの男性とか好きなの。ちなみに顔なし。え、顔なし。顔なしがいい。やっぱ面白い方がやっぱり好きなんだけど、イケメンの方がめっちゃいい。外人にモテそう。外人にも。あ、日本人にもモテるんですよ。ですよね。この方はモテるんですよ。いやいや、お二人とも。ちなみに、いっぱいあれば。なんか気づきましたか、この二人の共通点みたいな。まさか実は。あ、そういうやつ。え、まさか。まさか。え、そう、彼女なんです。あ、違います、姉妹ですね。あ、そういうこと。え、そういうこと。あ、びっくり、俺、なんか前男だったか、そういう感じ。そういう、うん。いや、びっくりした。びっくりした、びっくりした。あるから。あ、いやいや、これ本物入れてんの、本物だから。だから無駄に胸を強くするから、ファンが切れる。ファンいるから、ファンいるから。あ、じゃあ、これからカットで、カットで。またモザイク、モザイクだけ。ノーブラなんだよ。え、うん、ノーブラしてる。ああ、そうなんだ。どんな話だよ。でも、締まれたら OK だもんね、二人は。そうだね。いや、私は NG なので。私は NG。ちょっと感じた。そっち系の感じなんですか。あ、そういう系の。なんてお名前。じゃあ、せこと、なんて。確かに、確かに。瀬田彩乃って言います。瀬田彩乃さん。はい、辰巳優奈で、声優やっています。声優さんです。DVD とか出してる。あ、来月出します。男のタイプで、ハロウィンのコスプレしてて、イケメン風のやつと、なんかこう、お笑い系って言うじゃないですか。どっちがいいですか。お笑い系がいい。あ、お笑い系、ちょっと、なるほど。でも、ド S が好きそうだから。確かに。誰が。お二人とも。いや、ちょっと M じゃん。ちょっと M っぽいかな。この感覚は完全になる M。M ね。それベッドの上でも M なんですか。はい、ド M。